今回は、シャルウィダンス。監督は、須尾正幸。1996年の作品です。ボタン会社の経理課長、杉山翔平は、妻と娘の3人暮らしの、ごく普通のサラリーマン。とあるきっかけで、家族に内緒で社交ダンス教室へ通い始めて以来、生活習慣が一変。果ては妻に浮気を疑われ、というお話です。出演は、役所広司、草刈民代、竹中直人、渡辺恵理子ほか、同年の映画賞をほぼ総なめ。国内はもちろん、欧米でもヒットを飛ばし、リチャード・ギア主演でハリウッド版リメイクも作られたハートフルコメディー。公開当時の社交ダンスブームの火付け役となりました。